どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、6月9日、阪神 VS ソフトバンクの試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神負けました !2 試合連続完封負けでございます。いやー、しんどいね。うん。まあ、打線が打てない。まあ、昨日に関しては、その、1点ゲームというか、 そういうところを取り切れなかった。まあ素晴らしい投手戦やったとかって言ってしまえばそこまでなんですけれども、今日に関してはね、その、まあ打線が打てへんかったってところももちろん悪いんですが、ウィルカーソン選手ちょっとしんどかったね今日。まあ持って言うなら前回からっていうところでね。うーん、まあ、疲れなのかな。 っていうふうに思っております。まあ、下、まあ、ファームにもね、その村上選手であったり、佐伯選手であったりっていう、まあ、秋山選手もいたりするんで、ちょっと一回どっかで急速挟んでもいいのかなーって思うようにはなってきたかな。まあ、まあ、ま、まあ、まだ分からんけれどもっていうところですね。まあ、交流戦明け、あと3試合終わってからちょっと休みがあってっていうところもあったりするので、まあ、そこら辺はね、そのチーム、 との話し合いにはなってくると思いますがまあまあぼちぼち休みやってもいいのかなとも思ったりしましたとというわけで本日のサメモダはこちらになっておりますご確認よろしくお願いします じゃあ、打撃陣から見ていきましょう。島田選手ですね。4打数1アンダー1盗塁です。ライトフライ、ピッチャーへのアンダーレフトフライ、セカンドゴロという感じです。えー、アンダーこれはセーフティーバントですね。素晴らしかった。ほんまにめちゃめちゃ素晴らしいバントでしたね。ほんまにめちゃめちゃ良かったですっていう感じですね。一、えー、1、2、3番。この3人っていうのはね、特に足を使えるバッターたちなので、どん,どんどんどんこういう仕掛けもやってっていいかなと思っておりますし、 えっと、レフトフライ、セカンドゴロっていうのもね、当たりは良かったからね、えー、打撃内容的にはそんなに悪くないとは思っております。ただ、一個だけ気になるのが島田選手とかっていう話ではなくて、ソフトバンクの守備って、その一人一人にある程度の守備シフト引いてない。なんか、まあ、後で言うけど、大山選手のセカンドゴロっていう打席、ま二、あ、打席目にあったんですけれども、打った瞬間ヒットやと思ったんですよ。まあ、センター方向に抜けていくやろうなと思ったんですけれども、 セカンド折ったんですよね、そこに <laughs>。とかね。その島田選手のセカンドゴロっていうのも、打った瞬間は抜けたかなっていうようなあたりに見えたんですけど、そこに折るんですわ。<laughs> その動いてるという、まあもちろん動いてはいるんですけれども、そこに折るんですわ。ちょっとそこはね、おおおおヒットやと思ったのになっていうのは今日はね、その結構あったような気がしますね。 まあ動き出しが早いだけなのか、まあある程度そのこっちに来るやろうなっていう予測から動いてるだけなのかっていうのはわからんけれども、でも今日はそういう風に見えたかな。守備陣、相手の守備陣がほんまに素晴らしかったなという風に思っておりますと。 はい、続いては中野選手です。4打数無安打1三振です。三振ピ、ピッチャーゴロ、ピッチャーゴロ、センターフライという感じです。えー、っと、三振に関してはね、高めの、まあ、ものすごいボール球を振ってしまったともったいないな、とは思いますと。えー、っと、センターフライに関しては、面白いところに飛んだんですが、って感じですかね。えー、っとですね、2打席目のピッチャーゴロっていうところ、まあ、島田選手がね、その内野安打で出塁して、盗塁決めてっていうところで、ここでね、その、ピッチャーゴロを打ってしまった。 まあもっと言うならこの後近本選手も同じような感じになってしまって、同じような展開になったっていうのはね、まあ皆さんご存知だと思うんですけれども、でも、この打席っていうのはもったいなかったかなとは思いますと。 はい、続いては近本選手です。4打数2安打1三振1盗塁です。三振ピッチャーゴロ、レフティーにヒット、センターへのヒットですね。えー、とりあえず2安打というところでしっかりと打ってくれてるんじゃないかなとは思っております。打率が2割8分2厘と、えーと、佐藤選手とか中野選手を抜いて、えー、阪神では一番の打率になっておりますね。ほんまにね、いい形にはなってきてるんですけれども、うん、まあまあまあ、ぼちぼち、その、なんて言いますかね、その、ホームランが見たいなというふうには思っておりますと。 まあ、ね、その他のバッターやったら、シングルっていうあたりが、ツーベースにできる選手なので、長打っていうのは、まあ思ってるよりは少なくはないとは思うんですけれども、ホームランっていうのはね、やっぱ見ていきたいなとは思っております。はい、続いては佐藤選手です。4打数分安打1三振です。三振ショートゴロ、ファーストゴロ、レフトフライという感じです。 えーっとですね、打てない時期っていうのはどの選手においてもやっぱ来るものなので、佐藤くんはまあ最初良かった、で今ちょっと落ち込んでるなっていうぐらいに僕は捉えてるんですけれども、一個だけ、一個だけ僕が気になったというか何というかっていうのは、その3打席目、4打席目っていうところにおいて、打った瞬間ヒットじゃないなって思って、諦めムードが出てるっていうところ。まあ確かにわかる。真正面のファーストゴロやったし、レフトフライも、 いい当たりじゃなかった。確かにそうやと思うけれども、その後で言いますが、梅ちゃん。えー、っと、今日途中で出てきて、ピッチャーゴロ打ちます。もう100%アウトです。相手の冒頭とかなければね。全力ダッシュしてましたよっていうところ。阪神タイガース、もっと言うなら矢野阪神っていうところにおいては、やっぱり全力っていうところはしっかりやっていかないといけないところなので、ここに関しては僕は気になったなとは思います。はい、続いては大山選手です。4打数1安打2三振です。三振セカンドゴロ三振ショートへの内野安打です。 えっと、さっきも言いましたが、このセカンドゴロっていうところ、えー、っと、打った瞬間はヒットやと思ったんですが、そこに折ったというね。いや、これはシフトなのか、動き出しが早いのかっていうところは非常に気になるね、阪神の守備的なところも考えるとね、見習っていきたいですね。えー、大山選手に関しては1本出てるっていうところと、えー、っと、まあ、三振というところではあるんですが、二三振というところではあるんですが、まあまあ、その、大きな当たりとかっていう部分はあったりしてるので、 まあちょっとね、早かったな振り立ち早かったなとかっていうところはあったんで、特に3打席目の三振の時にね。えー、惜しかったなとは思っております。まあ、交流戦でめちゃめちゃいい活躍してくれてるので、まあ、もう1本ぐらいホームラン打ってくれて嬉しいなとは思います。はい、続いては糸原選手です。4打数1安打です。セカンドゴロライテーにヒット、ショートゴロレフトフライという感じです。えー、ヒットに関してはしっかり打ってくれてると思います。レフトフライに関してもなかなか強い当たり、まあ、伸びすぎてしまったなという当たりでしたね。 えっと、まあ、もしかしたら言われてるんかもしれへん。グラシアル選手のあの打球かな。うーん、ま、ああれは、だって前出てもね、割と高いバウンドやからどうにもならんやんっていうふうに思ってるんですが、ま、ああれは他の選手やったらアウトできたとかって言ってる人いるんかないや、もう言わんでええと思うけど、まあ、まあ、いいでしょう。えー、糸原選手もね、その、守備においてとか、云々ではなくて、もう早く2割5分、2割6分、2割7分っていうところを上げていただきたいというところに僕は尽きております。 はい、続いては糸井選手です。3打数無安打です。サードのエラー、ファーストゴロ、センターフライという感じです。まあ、惜しかったけどね、3打席目のセンターフライっていうのは、ただ、まあ、打った瞬間詰まってるなとは思ったので、まあ、アウトやなとは思いましたが、まあ、当たり的にはね、その、上がってはいるかなとは思います。まあ、吉尾さんにもね、やっぱ、おっきな当たりが欲しいっていう風に僕は思っております。 はい、続いては高寺選手です。2打数分安打1フォアボールです。レフトフライフォアボールセカンドライナーという感じです。レフトフライ当たり良かった。フォアボール、ストレートのフォアボールやけど、しっかりと、え、機能も含めて2出塁っていうところになっております。え、セカンドライナー当たりは良かったっていうところですね。いやー、ヒットやと思ったんやけどなー、くっそーって感じですね。いや、もうほんまにめちゃめちゃいい当たりですね。うん、守備においても、ま、無駄にこなしてくれてはおりますね。え、しっかりこのまま続けていただきたいなというところです。 はい、続いては長坂選手です。1打数無安打一ダ1、併殺です。ショートへの併殺だです。うーん、まあ、しょうがないとしか言いようないと思っております。はい。はい、続いてはロハス選手です。1打数無安打一1、三振です。三振ですね。うん、ま、代打で出てくるよりも、ほんまにスタメンで使った方がいいと思うけどな。いや、てか、ま、スタメンで使わざるを得ないよなとは、もう代打で正直活躍できるとは思えないので、スタメンで使った方がいいんじゃないかなとは思います。はい。 よっしおさんがね、その、スタメンでなくてもある程度見れるかなというふうに思えるので、まあ、ロハスさんはスタメンの方が指名打者で出した方がいいんじゃないかなとは思います。はい、最後ですね、梅野選手です。1打数無安打です。ピッチャー頃ですね。えー、完璧に、完璧にアウトっていうあたりでもうしっかりダッシュ最後まで続けたのは僕の中ではもうほんまにめっちゃ輝いてたというふうに思っております。 じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、ウィルカーソン投手、渡辺投手、梶谷投手、石井投手、ケラー投手ですね。ウィルカーソン投手、3回と3分の2を投げて、80球、6アンダー1三振、4ファーボール3失点です。まあ、その、最新にもちょろっと言いましたが、やっぱ、そのウィルカーソン選手、今日はしんどかった。まあ、前回の当番から引き続いてしんどかったと。まあ、ファーボールもね、こんな4つとか出すようなピッチャーじゃないし、その、ボールがほとんど高めに浮いてたので、うん。 って感じやんな。まあ、あほんまこれに尽きると思います。多分、疲労なのかなとかって思ったりしてるので、まあ、どっか一回挟むんじゃないかなうーん。まあ、佐伯選手もなかなかいいですし、まあ、村上選手。まあ、個人的には村上選手まだかなと思ってるんですけれども、まあ、まあ、村上選手いたり、秋山選手いたりっていうところがあるので、まあ、誰か一回挟んでもいいんじゃないかなとは思っておりますと。はい、続いては渡辺投手です。一回投げて18球1安打1、1三振、1失点です。 デスパイネ選手にホームラン打たれてしまいました。まあ、右打者に打たれてしまったっていうところがね、やっぱ今後の課題にはなってくるんですが、今日は、まあ、わかりやすかったかな。柳田選手のところで、その、集中力の糸が切れたっていう感じかな。その、盗塁失敗で、その、同じ柳田選手に対してもう一回投げることになったんですよね。で、そこで、なんとかかんとか抑えた。っていう後でデスパイネ選手。 ま、集中力の糸が若干切れたんかなというふうに僕個人としては考えておりますが、えー、しっかり投げてくれてるとは思いますと。はい、続いては、カジア投手です。3分の1を投げて、991安打無失点です。まあ、しっかりね、そのヒットは食らったもののって感じじゃないでしょうか。いいボールはなかなか行ってたしっていう感じです。はい、続いては、石井投手です。2回投げて39、30球無安打1三振ーン、2フォアボール無失点です。 石井投手も2インニングしっかり投げ切ってくれてよかったと思います。ここで1失点、2失点ってなってくるとね、やっぱり、まあ、敗戦処理でもしんどくなってくるので、しっかりとね、こういうところでゼロを切っていくことが、次回に繋がっていくので、次回も期待しておりますと。はい、最後ですね、ケラー投手です。1回投げて17球、1安打3三振無失点です。いやー、よかったよ <laughs>。その、ストレートは、 開幕当初も打たれてなかったんですよね。まあカーブがそのバカみたいに打たれとったっていうだけで、ストレート全然打たれてなかったんで、ストレートめっちゃ良かったし、ストレート急速も154とかでとったし、力強さは戻ってるかなっていうところに加えて、そのカーブが、その前見た時は山なりのカーブ、その球速は落ちてタイミングは外せるけれども、空振りは奪えへんかなっていうカーブで、今回は、 そのカーブもなんか2種類ぐらい使い分けてんのかなっていう風に個人的には感じました。速いカーブと、ま、カウントを取りに行くカーブみたいな感じで僕はそういう風に見えたし、え、何よりスプリット系。挟んでるボールがなかなか良かったね。マジで。9位も、ま、もともとストレートが150超えで、で、スプリット系が140中盤とかって出てるので、なかなか打てへんともういい状態であれば。ね、こっからどうなっていくかわかりませんが、この1試合においてはめちゃめちゃいいピッチングしてくれたなという風に思っております。 はい。というわけで本日は6月9日、阪神 VS ソフトバンクの試合について語らせていただきました。ねえ、勝ち越しで終わっていただきたかったですが、まあ、こればっかりはもうどうにもならんよな。うん。まあ、明日からね、関西ダービーですか。ぜひとも、勝っていただきたい。まあ、オリックスさんね、相性あんま良くない印象なのでね、できればね、3盾とかできればいいなというふうに願っておりますが、え、とりあえずね、目の前の一戦っていうところ。まあ、もっと言うならね、完封負け続いているので、1点でもね、多く取って、 ま、あ早く1点取りたいっていう感じですね。えー、期待しております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方にツイッターとインスタグラムのリンク貼っているんでよかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。